こんにちは、カサライフの笠島です。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。私6月9日が誕生日でした。まあ、それでちょうどいいタイミングというか、生徒さんがその日に私にお着物をくださいました。ちょっとご覧ください。こんな感じでツタですね。アイビーの柄の、ここにもアイビーの柄がちょっと入ってて、そしてね、一重なんですよ。一重で、一重の着物って本当に6月か9月しか着れなくて、真夏は着るものでもないんですよね。なので、それからね、下の方がまた綺麗なんですよ。こんな風に裾の方はまたこのツタの絵が描いてあって、こう黒くなった、色がね濃くなって、このまたこれがツタの柄なんですよ。すごくおしゃれで素敵な着物です。遠くから撮るとこんな感じです。今、着物ハンガーにかけて干しています。私ね、はっきり言ってリサイクルの着物が体に合ったことが一回もなかったので、その生徒さんにも、私ね、大きいからね、無理だと思うわよって言ったら、いや、先生、とっても大きい方の着物だから、多分先生大丈夫ですとか言ってくださいました。それで6月か9月にしか着れないから、その方もいつかこう機会があったら6月か9月に着ようと思っていらしたみたいなんですけど、私よりはちょっと背の低いんです方なんですけど、それでもね、着物ってこうお箸折りの加減でちょっとね、身長が丈が長くてもなんとかなるっていうのがあるので、その方もちょっとそう思って着ようと思われてたみたいなんですけど、なかなか着る機会がないけど、私のね、着物を着るという動画を見て、あ、先生なら着てくれるかもしれないということで、いただいた着物らしいんですけど、タンスにずっと入っていたのを私はいただきました。YouTube で、まあ、着物を月に一遍着ますみたいな動画を今までも出してきているんです。で、そしたらやっぱりなんかそういうことに興味がある方が、生徒さんでもお話ししてきてくださるんですよね。着物屋さんのツアーにね、参加して、あちこちでランチを食べに行ったんですよとか、そういう話をよくしてくださる方が出てきました。着物、私もすごい好きで、よく着るんですよっていう方何人かお声をかけていただきました。それを聞いて、あ、じゃあ一緒にランチ行きたいですね、なんてお話もできます。私はきっかけがお茶だったのと、やっぱり母にあなたは着物は着れないわ、似合わないわって言われて、着物を着ないで、成人式の時だけ、姉の着物を着たっていう、まあ、それがなんとなくやっぱり、トラウマじゃない、なんか憧れっていうか、何かそういうものがあって、55歳の時から着物を着るようになったんですよね。お茶の先生がたまたま、生徒さんにいたとか、なんか偶然なんですよ。本当にきっかけは偶然なんだけど、ああ、その先生が私と同じぐらいの身長の方で、私と身長が変わらないですよね、お茶の先生が。その先生が、私でも着れる着物があるのよっておっしゃってくださったから、なんかそれからすごい楽しくなって、まあ、どうせなら自分で着れないと、いちいちこう、着付けとか頼んでたらお金はかかっちゃうし、なので、まあどうせなら自分で着れないとと思って一生懸命稽古して、まあ帯はね、ワンタッチ帯っていう、ちょっとね、お友達は前結びでこう回して着てらっしゃるのね。で、前結びもちょっと知り合いの方に教えてもらって、そこのうちではうまくいったんだけど、それから自分のうちで何回か着てるんだけど、すごい時間かかっちゃって汗びっしょりになっちゃうから、もう諦めて、そしたらそのお茶の先生が、もうね、そんなのよりワンタッチの帯にしてしまえば、もっとどんどん着る機会が増えるから、そうなさいよって言われて、あ、そうだと思って、それで
帯もみんなワンタッチ帯にしました。おばの家から着た着物の中で帯は長さが大丈夫だったから帯をそうやってワンタッチ帯に変えたり、あと、まあ、私のお茶仲間のちょっと年配の方とかが私に帯を結構いたくださいました。お茶の先生からもいただいたんですよね。まあ、そんなことで、ちょっと数も増えたりとかしています。でもね、とにかくそのお誕生日の日にたまたま生徒さんとお話をしていて、着物が、そしてまた私のね、体に合う着物がリサイクルであったっていうのがもうすごい嬉しくて、必ず9月に着ようと思っています。6月にはね、ちょっとこの着物の帯、似合う帯をワンタッチ帯にしてるんです。たまたまワンタッチ帯にしているリサイクルの帯が、間に合わなかったんですよ、6月に。なので、今出しているところなので、まあその9月にはこのお着物、一重の着物で、そのこれに合う帯を締めて、それでお茶の稽古をしたいなって思っています。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録とグッドボタン、コメントもお寄せください。私ね、還暦になっちゃった。60歳になっちゃったんですよ。でもね、なんかこれからの人生とてもワクワクで楽しいです。ではまた。